ウェイト版タロットの正義マルセイユ版タロットの正義正義はタロットの大アルカナに属するカードの一枚、裁判の女神とも呼ばれる。カード番号はマルセイユ版など伝統的なデッキでは8となっているが、ウェイトがカードの数字を力と入れ替えるという大胆な変更を行って以来、ウェイト版をはじめとする黄金の夜明け団系統のデッキでは11であり、 現在では2系統のデッキが存在することになった。今なお、力とともに、タロット研究者の間で議論されることのある一枚で、ある。アーサー・エドワード・ウェイとのタロット使いにおける解説では、平等、正しさ、行政、正当な判決を意味するとされる。ヘブライ文字はラメド、ただしこれには、複数の遺説がある。黄金の夜明ケガンの説では、 ケブラーとティファレトのセフィラを結合する教に関連付けられている以下のような小説がある。全体の構図としては玉座に腰掛けた人物が剣と天秤を手にしている様子が描かれマルセイユ・バンタロットもウェイト・版ンタロットも構図としての大きな変更点はほぼない。マルセイユ・バンタロットにおける 正義とは姿形を持たず、カードに描かれる剣と天秤を持った女性は、正義という概念の幻影的イメージの投影として捉えられ、キリシア神話等をはじめ、女神と少なからず関連性はあるものの完全に、同一視されることは少ない。正義に描かれる症状が一貫して訴えているのは、相反する力同士の調和の取れた結合である。右手に掲げた黄金の剣はその持ち方から、 武力として振り回すのではなく支配の証として王が杖などを掲げるのと同様に扱われていることを示す。また左手の天秤は均衡を保っているにもかかわらず左右の受け皿の大きさを変えて描かれている。これは公平とは常に左右対称を示すものではないという基本概念に則っ,ったもので数学的な均衡よりも調和や機能的な 美しさといった感性による均衡を示すことで、正義という形の見えないものを表す要因となっている。また剣と天秤を持った女性の目は、そのどちらにも向けられることなく、正面を見据えている。社会の価値観や個人の感情によって、常に普遍とはいかない、正義という概念を視覚的情報や感情に流されることのないよう、右にも左にも向けられていないのである。 なお、丸声優版での正義は8番に位置しているが、この8というアラビア数字は2つの丸を一筆で書いた形であり、天秤の2つの皿を垂直に並べた形を容易に連想させる。ウェート・バンタロットに描かれている女性は、ギリシア神話の正義を象徴する女神、アストラヤーナイシその母、テミスがモチーフとされる。天秤は、 アストラヤーの神話に由来する公正な裁きを意味し、剣は大天使、ミカエルが手にする断罪の証に由来すると言われる。日本のアレクサンドリア木星王の説。黄金の世はケガンの説だが、必ずしも団の独創説ではない。ありがとうございます。